あかねちゃんはファーストキス覚えてる、はい、でもよすごいチューされてたんですよ、で一気に冷めちゃって冷めたんだ、冷めちゃったんです。今回はキスするときに目を閉じてしまう理由を医学的に解説します。よろしくお願いします。お願いします。キスっていうのは皆さんされたことあると思いますが、その時って目閉じますよね。それなんでかって思ったことありますか？今まで考えたことなかったな。そういうちょっと理由というのを、まあ、今回僕が解説していきたいと思います、うん、ちなみにあかねちゃんは、はい、キスはしたことはありますか？あります。あるんだ。ちなみに初めてっていつぐらいとか覚えてますか？初めての中？中3の3月ファーストキス。あ、彼女とですか？初めて付き合った人と。相手の家で。相手の家で、うん、場所も覚えてるんですね、うん、目つぶってました。あかねちゃんはファーストキス覚えてる、はい、でもよくお父さんにすごいチューされてたんですよ、だからちっちゃい頃にもしかしたらね、お父さんかもしれないなって今ふと思うんです。ファーストキスね。わかんないです。あかねちゃんはその彼氏とキスする時とか目つぶってる派？ああ、でも目つぶってる派だったんですけど、目開けてる時もあったんですよ、一時期。一時期というか流行りみたいなこと。付き合いが長くなると、相手って確かにどういう顔してるんだろう、知りたいなっていう時があって、余裕がある時に。サイコパスだ。でもそれあるあるかもしれない。わかるわこれって、はい、まあ、心理学的な話になるんだけど、はい、目つぶるのって例えばもう恥ずかしいからなのか、怖いからなのかとか、まあ、いろんな気持ちからっていうのもあるかもしれないし、まあ、それが原因かもしれない、そう思った人もいるかもしれないんだけど、実際にロンドン大学の研究だと、手にこう振動を感じ取らせるみたいな装置を持たせて、でその被験者に文字を探すみたいな、そういう実験をしたらしくて、で人間は視覚に集中すると手の振動を感じ取る力が弱くなってしまうっていう研究結果があるらしくて、つまりこう視覚に集中してしまうと他の感覚っていうのが少し弱くなっちゃう。脳のもうそのニューロンというか神経の作りからすると、一個に集中するとこう別のところが弱くなっちゃって、例えばあの日常生活とかでもマルチタスクというか、例えばなんかこう歯磨きとかに集中するとやっぱり他のことってできないじゃん。あ、それはありますね。できるけどちょっとこうやっぱり集中って下がっちゃったりするから、それと一緒で、おそらくその唇の感覚っていうのを、まあ、味わうために、こう目をつぶるっていうのが自然な心理的な作用なんじゃないかっていう研究結果があるみたいなんですよ。ただ口のその触覚だったりとか、まあ、気持ちよさだったりとか、まあ、そこでこの多分人間のもしかしたらドーパミン的な反応とか、まあ、快楽的なところとか、多分本能的な欲求としてそれを感じ取るために視覚を遮断してる、だから目つぶってるってことだと思うんだよね。理想のキスのシチュエーションとかってある、はい、うわ、私すごい漫画とか大好きだから、花火大会とかめちゃくちゃいいなって思います。あー、花火大会ね、大会確かに暗いしムードあるもんね、お互い浴衣とか着てるじゃないですか。今まで普段と見ない服、服装しててお祭りじゃないですか、花火も見れる、暗い、もう最高、なるほどね。それは理想いいかもね。あー、バーンって上がった時にキスするってこと、昔大学生の頃、はい、彼女にキスしていいって聞いて、やだ、そう怒られたことあるわ。それはダメですよ。それダメなんだ。そうなんですよ、女の子にそれ聞くのはちょっとなんか恥ずかしい女の子もいるので。なるほど。 それでいいよってちょっと言えずに濁しちゃう。なるほど、ね、でも OK なのにみたいな、まあリードして普通にさらっと自然に男らしくみたいなことか。逆にあの俺の 理想ちょっと燃えるキスは、はい、海に潜った時にチューするみたいな、海にも、あ、ダイビングってことですか？いや、なんか海に海水浴、あ、潜った時にですか？なんか人がいるんだけど、人に隠れてキスをするっていうのがすごい、なんか興奮するスリルかな。あ、バレてないかなみたいな感じですか？そうそう、やっぱりみんながいるけど、例えばの教室とか、高校時代そんなに恋愛をしたことがないから、誰もいない教室でキスしたいっていうのもあるかも。なるほど。放課後、なんか忘れ物を取りに帰ったら
なんか女の、あの好きな子が一人で勉強してて、うん、あそこであの窓際でみたいな、そう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 、カーテンにくるまってキスとかもいいかも。あ、カーテンがふわってなるときに、そうそう風が吹いてカーテンがふわってなるときにそう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 、あのチューしてカーテン越しに二人の影が重なるところが見えるみたいな漫画みたいに、そう、まあ、先生ともいいかもね。あ、先生か、うん、いやでも、うん、ね、憧れますよね。でも学生からすると、高校時代とかは恋愛とかしてた、うん、でもそれこそ私、その実習に行った先の理学療法士さんに恋をしたことがあります。マジで？すごっ。いやでも本当に、うん、あのたまたまなんですけど、めっちゃ恋愛の話になっちゃうんですけど、うん、ずっと実習先が同じだったんですよ、半年ぐらい、うん、で、な、一クール終えたらまたちょっと空いてまた同じ病院に行っていくから、うん、たまたま患者さんを通して理学療法士の担当の患者さん被っちゃって、はい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 、でいつの間にか仲良くなるんですよ。うわ、すごい。で、私も初めて働いて理学療法士さん見るし、なんか患者さんにこう接してるの見て、あ、かっこいいなって思うようになって、で、実際にクリスマスの日に誘われたんです、うん、うわクリスマスの1日を俺にくれないって言われて、うわ嬉しいと思って行ったんです、うん、そしたら初めて白衣を着てないその彼に会ってから一気に冷めちゃって冷めたんだ。冷めちゃったんです。それで、あ、白衣マジックにかかってたんだと思って。へえ、めっちゃくちゃダサい服とかじゃなくて、でもあんまり服には疎い人なのかなっていう、あー、なんか違うって思って、へえ、白衣の力はすごいなって思いました。わ、じゃあその日は普通にご飯だけ行って、で、まあ、バイバイってなって、バイバイってして実習が無事終わり、連絡取らなくなりました。告白はされなかったの？あー、でもなんかその後に連絡がこう、うん、あんまり返さなかったりしてたから、うん、ちょっと自然にシャーってなっちゃった。うわー、そうなんだ。確かにでも白衣マジックあるかもな、うん、ありました。ちょっとあるある一つ言います。ヘイヘイドクター、ヘイドクター、オペ室の看護師大体可愛く見える。だ、看護師さんって本当に目しか見えないから、うん、だいたい可愛く見える。そうなんですよね。目だけ化粧してればどうにかなるんで、わ、うんうん、かるわかる。医者と看護師さんとかも結構恋愛とかあるけど、白衣マジックあるよね、うん、めちゃくちゃあります。本当にちょっとね、まあ全然最後の方はキスと関係ない話になってしまいましたけれども、まあでもやっぱり何にせよね、うん、あの集中してその間に没頭するっていうことはやっぱりいいことだと思いますので、うんうんうん、まあ、キスするときは、うん、目を閉じて、唇に全集中するようにしてください、はい、ということで、このチャンネルが良ければ高評価お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの、出発。